5月8日以降のコロナで自宅療養されている方の公的な行政からの支援はどうなるかということですけども、インフルエンザと同じ扱いになりますので、保健所や県政令市からの健康観察や食料、パルスオキシメーター、酸素濃度を測る機械などのお家へお送りすることはなくなります。で、症状や受診した方がいいかどうかといった相談の電話は残りますので、ぜひ、ご利用ください。